杉浦彦江は日本の政治家、愛知県安城市長、愛知県議会議員、安城町議会議員などを歴任した。1966年の県議補選で2期目の当選を果たした杉浦、愛知県出身。深間信用組合の前身である法恩社の設立者、杉浦彦寺の長男として生まれた。愛知県立安城農林高等学校卒業。 1929年3月、東京農業大学農学部卒業。アメリカ合衆国農務省昆虫局食卓、全国販売農業共同組合連合会の農畜特産課長などを務め、戦時中は海軍省兵備局からバンコクに派遣され、農作物の現地指導に当たった。終戦で1年間抑留。帰国後、いち早く地元の深間信用組合を立て直し、 初代組合長に就任した。1951年4月の安城町議会議員に立候補し初当選。安城町は1952年5月5日に市政施行し、そのまま市議会議員となる。1955年2月の第27回衆議院議員総選挙に日本民主党公認で立候補するも落選。 1958年の第28回衆議院議員総選挙に無所属で再度挑戦するも落選。1959年4月の愛知県議会議員選挙、安城市選挙区に無所属で立候補し、現職で自民党公認の鶴田勝美を748票差で破り初当選した。県議時代、 女手だけで農業を続ける地元深間町の6人の主婦たちに共同作業を教え、37歩会を誕生させた。1963年の県議選は自民党の公認が得られるも、同じく党公認で出馬した現職の鶴田に敗れ、落選。ところが、鶴田は選挙違反を起こし、1965年12月3日に有罪が確定したことにより失格。 これに伴って1966年1月30日に行われた補欠選挙に中野史郎と浦野幸男の両を代議し、市議会派主流派の支援を受けて立候補。自民党公認の大河内秀次、共産党候補らを破り再選を果たした。1967年2月4日に行われた安城市長選挙に前年の県議補選に続いて中野史郎と 浦野幸雄の支援を受けて立候補。中垣国を派の現職の石原一郎を破り、初当選した。1971年の市長選は再び石原との一騎打ちとなる。接戦の末再選。1975年に3期目の当選を果たし、1979年人気満了とともに正解を引退。市長在籍時は全国で 初めて農村総合整備モデル事業を実施するなど、農業の近代化を強力に推し進めた。1980年に死去。ありがとうございます。